かつまたの先生の基調講演の方に移らせていただきたいと思いますはじめに先生のプロフィールをご紹介いたしますかつま先生は総合病院や国立がん研究センターなどで腫瘍内科学の推進啓発教育に従事されまた研究面では婦人科がん乳がんの薬物療法の開発臨床に長年携わっております 現在は日本医科大武蔵小杉病院の方で腫瘍内科を立ち上げご活躍されておりますまたがんサバイバー支援などにも積極的に取り組み正しいがん情報の普及に尽力されていらっしゃいます本日は新型コロナウイルス感染症と共生するために必要なことをテーマにお話をいただきたいと思いますそれでは勝松先生よろしくお願いいたします 皆様こんにちは。えー、ただいまご紹介に預かりました、日本医科大学武蔵小菅病院の、え、塩内科をやっています勝俣紀之と申します。どうぞよろしくお願いします、えー。まあ、あの、新型コロナの状況でありまして、皆さんも、あの、まあ、がんになっていらっしゃる方もですね。あの、がんの、が,がんの、あの、家族の方、まあ、がんになっていらっしゃらない方もですね、まあ。 あの癌とどのようにあの付き合っていったらいいのか、まあ、非常にあの不安なところだと思いますが。が、えー、今日の私、私のあのお話が少しでも皆様にお役に立てればと思っております。よろしくお願いします。えー、本日の内容ですけれども、もまあ、新型コロナ感染がま今どんな感じになっているのか、まが、あ、んとの関係はどうなのかですね、えー、もう一つは一番皆様が多分、あの気にされているところががんの患者。 がんの患者さんは新型コロナのリスクがどの程度あるのかですねその辺の正しい知識正しい情報についてお話をさせていただいて最後に学会がですね日本の学会がいくつかの学会が集まって新型コロナウイルス感染症どのように対応していけばいいのかというところをご紹介していきたいと思います。現在の新型コロナ 感染者の動向ということで、これ日本の状況が上のグラフで、下のグラフが世界全世界の状況であります。まあ日本はご存知のように第一波が終わりですね。まあ現在第二波なんていうふうに言われておりますが、まだ完全に収束はしないでですね。まあ徐々にまた増えてきているような状況とも言われています。感染者数はトータルで9万人を超えて、死亡者は1716人ということで、死亡率は 全体の死亡率はとということになります全世界的にはどうかというとです、ね、世界的には4340万人の感染者ですね、死亡数が116万人もいると、世界的に見ますと死亡率は2.7%ということになります。まあ、世界的な状況から考えますとです、ね、日本の死亡率は比較的少ないのではないかと言われています。ただこの日本や あとアジア圏は死亡率が低いとも言われているんですがなぜこの日本人アジア圏でですね死亡率が低いのか感染症発症率も比較的少ないんでありますがなぜ少ないのかその辺あたりのところまだ研究段階であってですね明らかな状況にはなっていないということであります。 ではまあ新型コロナ治療薬はどうううででしょうかということいこすね治療薬に関しては世界中で相当な勢いで研究がされているわけなんですけれども今のところ新型コロナ治療薬として有効だと判断された治療薬は2つですねレムデシベルという抗ウイルス剤とデキサメサゾンこれはステロイド剤なんですけれどもともに重症になった場合重症例に対して レムデシベルデキサメサゾンの治療は実際に医療機関では行われているという状況になります。予防薬、このワクチンでありますが、ワクチンも急速な勢いで全世界的にです、ね、研究が進められているわけなんですが、まだ残念ながら有効とされて、実用段階に入っているものはない、まあ、臨床試験段階ということになります。 では、このがん患者さん、実際、新型コロナ感染リスクはあるのか、ないのか、どの程度なのかということではありますがたくさん、たくさんの研究の結果がです、ね、発表になっています。全体的に言いますとです、ね、がん患者さんの新型コロナ感染リスクは1から4%程度と報告があります。全体の感染数よりもやや高い傾向にあると ただ、ものすごい高いわけではなくて、やや高いぐらいというふうに思ってもらってもいいです。初期の中国からの報告ではですね、1990年の解析で、がん患者さんの感染率は1%、中国全体の感染率が0.9%なので、やや高いとです、ね、その後の中国の追加の解析ではです、ね、がん患者さんの0.79%の発症率。 武漢市感染率0.37%ということで、これもやや高い結果が報告されています。ニューヨーク市のマウント災害病院での報告は、これはかなり高い感染症の発症率が報告されていて6、6%。スペインのマドリード市の報告では、がん患者さん4.2%、全体の発症率0.63%。これも やや高い結果になってます、ね、ただオーストラリアの報告では一般市民の発症率と変わらなかったという報告もあります、えー、ので全体を通して見ると、えー、がんのが,がん患者さんであるとですねやや高いという感じに思っていただいていいかなと思いますではもう一つの心配事では実際あのコロナにかかったらどうなるのか死亡率重症化率っていうのが 心配なところかと思いますが死亡率に関しましては現在52の研究があって18,650人のがん患者さんの新型コロナ感染者の集めたデータが発表されていまして実際4,243名の死亡が発表されていますこのあの結果からいたしますと死亡率が25.6%になりますのでこれはかなり高い数字というふうに言えるかと思いますが この中では実は日本からの報告は入っておりませんし主にヨーロッパ、えー、北米の報告が中心となりますので、えー、全体を通しますとあの高い死亡率になってきますがじゃアジア人や日本人はどうかというとです、ね、比較的これよりもおそらくは低い数字になるだろうというふうに思っていますので。 がん患者さんだからといって非常に高いかというとこれもまあ日本にいる場合ですね全体的に見るとやや高い数字になるかと思いますがおそらく日本日本のデータあのまだ明らかにはされておりませんけど日本やアジア圏では死亡率に関してはもう少し少ない結果になるだろうというふうに思っています。えー、さらにじゃあがん患者さんといってもがんといってもいろんな種類もありますしですね いろんな治療もありますしどのような要因がです、ね、重症化しやすいのかという研究も報告がたくさん出てきます。いくつかの報告ではです、ね、がん患者さんの新型コロナ重症化に関わる因子としてはです、ね、患者さん側の因子としてはやはり高齢者であるとか喫煙歴がある人全身状態が悪い人慢性肺疾患の合併 などが挙げられますがんの種類としては血液腫瘍の方肺がんの方肺への転移がある人やっぱり新型コロナで一番怖いのは肺炎を起こすことですのでそういった意味では肺がんや肺への転移がある人というのは重症化しやすいと言えるかもしれません。あと転移の腫瘍がある患者さんあと治療に関する因子ということでがんの治療といますと手術や放射線やの治療と言いますと手術や放射線や まあ抗がん剤化学療法などがありますけれどもその中で言いますと手術や抗がん剤というのはそれほど影響するものではあ手術放射線治療はですねそれほど影響するものではなくてやはり一番免疫力を落とす治療というふうに言われております化学療法というものが重症化に関わる化学療法やってる人ですね重症に関わる因子という報告があります。 中国のこれは解析の結果なんですが全体の死亡率がやはりこの中でいきますと高齢者、心血管障害、糖尿病、高血圧がんの患者さんは実は高齢者とかです、ね、心血管障害、糖尿病を持つ人よりもです、ね、重症化は少ないというふうな報告があります。 あとはニューヨークの先ほどのマンドサイ西イ病院での報告に関しては一般の死亡率でもやや高いという結果がありますがこの結果は初期段階の結果ですので大変量解析といってですね他の因子を控除した解析ではないので初期段階の研究結果の報告といえると思いますさらにこの結果これもニューヨークからのデータなんですががん患者これはあの えとがん患者さんというか、まあ、一般のです、ね、患者さんの中でどのような、えー、因子がですね要因を持つ人が死亡リスクが高かった,とか,ったかという研究ですがやはりあの一番高いのは、えー、75歳以上高齢者の患者さんですね。ここのハザードレーションとかこれは一番 えとまあ、リスク比といいますけどこの数字は高ければ高いほどリスクが高いというふうに思ってもらってですねですのでこうやって見るとがんの合併はリスク比は1.29倍心不全は1.54倍高齢者75歳以上になりますと7.69倍死亡率が高くなるというふうに読めるわけなんですね。これを見ますと、えー、がんの患者さんよりももっとリスクが高いのは、えー、心不全の合併であったりご高齢の方と。 とといいうふうふに、えー、なことがわかるかる思います最も大きなリスクは、えー、高齢者だったということですね。えー、これはですねあのこの研究はですねランセットとイギリスの医学雑誌に、えー、研究結果が載せられたものなんですけれどもがん患者さんの新型コロナ感染についての報告でこれまでの最大のものが、えー、報告されています。えー これはカナダとスペイン米国カナダスペインのデータを解析して、まあ、前向きに調査をしたということなんですが全部で1035例の患者さんを調査していますその結果どういうことが報告されたかといいますとがん患者さんの新型コロナ感染患者の死亡率は13%である 心不全合併すると 12%ICU の入院されたのが14%というふうな数字が出ています。でこれはあのがん患者さんの中でもどういった患者さんがですねあの死亡のリスクが高かったと高かったかという報告ですけれどもここに挙げられるのはやはり高齢者男性喫煙歴がある人。 E 国 PS というのは全身状態が悪い患者さんですね。えー、あとはがん,のがんがあって安定または治療効果がある人とかえー、またはがんがない人。えー、これ見えますとがんがあり一番下が癌が,があり進行中またとかえまたはがんなしと比べたもの。 リスクが高いのはこれ5倍と大き市は5倍ですのでがんがあって進行中の患者さんとかですね全身状態が悪い患者さんはリスクが高いということがわかるわかるかと思いますただあとすべての因子もですねまあ高齢者であるとか男性であるとか既成歴がある人まあこういった方はですねやはり重症化しやすいということがわかると思います。 一方ですね、こ,ちらここに書いてあるのは死亡にがん患者さんであっても死亡に関連しない因子ということが挙げられておりますけれどもここに挙げられた人種差ですねあの人種差の研究はまだまだ少ないんでありますが黒人と白人と比べてもあまりこの死亡率には関係ないと,あと肥満も関係ないし、えー、前の研究で血液腫瘍というのは リスクが高いというふうにも報告されていましたがこの研究では血液癌と固形癌といわれる、まあ、あの血液腫瘍以外の一般的な肺がんとか胃がんとか、まあ、そういったがんと比べてもリスクは死亡リスクはあまり変わらなかったですねあとはこの研究結果では抗がん剤をやっている人とやっていない人に関しても実はあ,のあまり差がなかったということなんですね。 抗がん剤やってる人やっっててい人はま関係ないる人人なあとは非,細非殺細胞性治療とありますがこれは抗がん剤の中でもです、ね、分子標的薬とか最近免疫療法なんかがありますがそういったものはどうかというのを比べたんですけどもそれもあまり変わりなかったということですねですからこの報告が一番大きくて一番信頼ができる報告だと思いますがこれらの報告を見ますと 治療抗がん剤治療は必ずしもがんの死亡リスクには関わるものではないということが分かる、あとはがんの種類もそれほど関係ないのかもしれませんということであります。またこれらの報告というのはおそらくまた新しい研究の報告がどんどんされていきますのでまた少し変わってくるかもしれませんががんの患者さんでやはり一番。 重症化リスクが高いのは高齢者ということが一番あとは新合併症を持つ人治療に関してはそれほど大きな治療とか血がんの種類はそれほど関わってくるものではないということが現在で分かっていることかなというふうに思いますでここで正しい情報を発信することの重要性というふうに書いてありますけれどもこの新型コロナがですねま延することによって連日のように テレビやマスコミではではすね新型コロナの報道がなされてきていますがその中で本当に正しい情報が発信されているのかというとですねちょっと首をかしげるような情報が我々見ておりましてですねちょっとありましたのでこういったことにちょっと気をつけてほしいなというところではありますが新型コロナ芸能人の方もですね何名か か,かられてです、ね、亡くなっった方もいいしゃいます肺の王さんが肺炎で死亡されたと王さんは去年の末にですね職業乳がんの手術を受けて今年1月から2月半ばにかけて放射線治療を行っていたということで事務所は免疫力が低下したことが重症化の原因でないかとしていますというふうな報道がされて、まあ、患者さんたちが非常に不安に思われたということでありますけれども。 その後です、ね、ツイッターなどの SNS でがん患者やその家族が不安を訴える書き込みが増えたと新型コロナウイルスが感染が拡大している現在手術や放射線治療を受けるべきかといったもののような問い合わせがとかです、ね、ツイッター書き込みなどが相当増えたということなんですがその後すぐにです、ね、日本放射線小学会がです、ね、早期乳がん手術後に行われる放射線治療体のへの侵襲が少なく 免疫機能の低下はほとんどありませんというふうに声明を出してくれたのでですね、一まずこの騒動はここで終わったということでありますけれども、一般にこうこうしたデマがかなり多く広がっていく傾向がありますので注意をしてほしいということなんですね。これは実際に私のところにもですね、あのメールとかですね、あとは、えっと ですね、メールなどこういったものが回ってきたということなんですけどもこれ「まる病院なんとかどこたよる」これ結構有名な病院の名前が書いてあってですねあの新型コロナはですね深く吸ってこれ書いてあるのは深く息を吸って10秒我慢すると咳が出たり息,息が切れるのがすごく不便なことがなければ肺が線以上になってないすなわち感染されていないなんていうふうに書いてありますね。あと もっとすごいのは常に口と喉を濡らして絶対に乾燥した状態で動かないかと十五分ごとに水を一口飲むのは良いそうですとウイルスが口に入ったとしても水とか他の飲み物によって食道からに入ってしまえば胃酸によるウイルスは死んでしまうまあこれも実は科学的根拠が全くないデマなんですけれどもまあこういったものがですねあの SNS とかメールとかでも拡散してしまうのでですね注意 注意ししてほしいなとついついこういうものをですねあの信じてしまって拡散してしまったりするので注意してほしいということでありますではじゃ新型コロナで信頼できる情報源がどこにあるのかというところなんですが、えー、なかなかあの、えー、と信頼できる情報源というのは探しにくいですよねついついテレビとか 新聞報道なんかを見てしまいがちなんですが、まあ、できましたらこういったところの情報を見ていただきたいということですね、まあ、こういったところは公的機関であったり学会学術的なところの機関でありますので、えー、まあデマとか嘘は書いてないので,ですね厚生労働省国立感染症研究所 WHO ですねあと学会これからちょっとあの学会の,あの報告を ご紹介したいと思いますが日本がん治療学会がん学会日本腫瘍学会とこの3学会合同でですねあのがん診療と新型コロナウイルス感染症のものをです、ね、公表してますのでここを見ていただきたいと思いますしあとはまあ米国海外のものですと米国の疾病対策センターやです、ね、海外がん医療情報ディファです。まあこういったものに関してはですねなかなか探しにくいんではありますがあの、まあ 新型コロナで不安になりましたらです、ね。ぜひこういったところの情報を見ていただければというふうに思います。ではじゃあ実際学会の報告がですねどんなものがあったかっていうのは、は皆さんおそらくはこういったものはなかなか目にする機会はないかと思いますのでご紹介したいと思いますがこれは日本臨床小児学会ということでですねここにあの一般の方患者さん向けの情報もありますので。 見ていいいただければという,ふうに思いますがこれはあの三学会合同で作成をしていますがん治療学会がん学会と臨床書集学会で作成しておりますのであの、まあ、これまで報告された科学的なあのデータをもとにですねあの正しい情報を発信していると思いますので、まあ、こういったものを見ていただければとただあのここで作られたあのガイドラインというかですね、うん 感染者についての推奨はですね7月29日現在のものなのでこれはかなりコロナが蔓延している状況の中で作られたものですので現在は少し収束気味になっていますので現在の状況とちょっと違うというふうに思ってもらったら方がいいかと思います。ですので、まあ、現在ちょっと現在の状況が7月の状況よりも変わってきていますので学会ではですねこ改定をする予定だと聞いておりますのでまた この学会のデータを見ていただければというふうに思います。